疲れ様です。お疲れ様です。社長、はい、この時期がやってきましたよ。やってきましたね。毎年恒例、もう皆さん分かってると思うんですけどパワーエアコンです。はい、そうです。去年も一昨年もその前もなんか毎年やってますよね、これお決まりで。あ、そんなにやってるっけ。はい、そんなにやってます。あ、そっか。でもなんか社長あれですよね、この間前回来た時、あ、去年かな、新しくなるよみたいなことを、あ、そうそうそう、言ってましたよね。なんか変わったんですかね。変わったんです。変わったんですか。変わったんですか。入れ方もやり方も、でも中身は変わってないのかな。全く中身自体は変わってないんですよ。やり方が変わったの。やり方が変わった。あと今までのバーエアコンは、はい、エアコンのガス134A っていうガスを使ってるやつ。で、今一番新しいやつは何だかな。1234なんちゃらかんちゃら。4までいったっけ。え、ありますよ。123なんか123なんとかじゃなくて。え、本当ですか。4までいったかな。ちょっと変えておきます私。はい。それも対応してるってことで。はい。はい、なるほど。あ、じゃあ、あ、じゃあガス入っ、もしかしてガスがないタイプですか。そう、ガスがなくてオイルだけチューンするんです。どうやって入れるんですか。それは説明書見ますね。僕今やったことないのでちょっとお宅の車で試してみようと思います。ですよね。新しい車と一緒にしたら、兼用にしたらガスが違うっすもんね。ガスは違うんで、でもオイルは一緒なので。あ、そうっす。でもあと恒例のあの温度測ってみますか。一応だいぶ使ったよね。変わるかな。毎年僕入れてて変わるもんなのかなっていう。本当だね。おも、ここからさらに入れて変わるのかな。まあやるだけやってみようかな。それでは社長、はい、恒例の温度測定。温度測定14って、まあ、ここからもうちょい冷えるんじゃないか。一回これで5分ぐらいお互いですよね。そうね。このまま置いとこうか。はい、一回スキップします。社長、はい、前回ってどのくらいでしたっけ。ちょっと覚えてないんですけど。いや、もうそれが一桁は行った気がする。行ってますよね。一桁は行った気がする。やっぱり今ずっと回してて、10.8 度ぐらいですね。この時間ですよ。夜ですよ、今。だよね。ちょっと夏じゃないですけど。やっぱ効果落ちるんですかね。落ちるのかな。一桁台行ってましたよ。いや、絶対行った気がする。6度とか言ってなかった。6度はないかな。6度は9、8、9。いや、でも2桁はなかったな。一瞬9行ったんですけど、うん、やっぱり戻っちゃいますね。あ、戻った。コンプレッサー止まるとまた10になって、また回って下がっていく感じ。そのなんか 10.8 前後って感じですね。じゃあ新しいやつを入れて。もう僕変わらない気がするんですけど、もう何3回目ですか。そうだよ、毎年やってるもんね。これで変わったらすごいですね。ワコーズ最高ですね。そうだね。ってことは毎年入れた方が効果が出ると。まあ多少やっぱりなんか抜けるっていうか、なんていうかあるかもね。効果は下がる、薄れるかもね。まあ、あまり皆さん期待しないで、まあ、3回4回目やってどうなのかってことなんで、ね、俺も結果出るかどうかやってみなきゃ分からんね。下がらなくても、まあ、あ、こんなもんかと思ってください。そう、そういうことですね。じゃあちょっと、はい、ちょっとややこしいやつなんで、どんなやつか見せてもらっていいですか。ちょっと待って。何ですかこの装置。前はこの中にカンカンをシュッて入れるだけ、刺すだけでね、はい、よかったんだけど、今回ガスがないんで、これがオイルだけなんだよね。リキッドとか。リキッド、うん。栄養ドリンクみたいなね。社長ちょっと1本食って飲んだらいいじゃないですか。それはね、初めて食らしてる。なんすかこれ。なんか飲めそうだね。飲めそうじゃないですか、これ。冷蔵庫に入れたら朝間違えて飲みますよ。でも死にがそうだよ。やばいと思うんす。ここにますね、やりやすくて。よかったっすね。ちょっとやりにくい車できないかもしれない。これ頭が入りにくいやつがありそうですね。なんかそうだね。だってしかも上で回したりとかするからね。こういう刺して、刺しました。まだ入ってないですね、これ。まだ入ってない。まだ入ってない。まだその前にまだなんかやらない。何やるんですか。ウエスを当てがい、少し緩めてすぐにしよう。これでカフラー内の、あ、今エアが入ってる。何か大変そう。で、ここを、はい、ここにね、多分エアー抜いてるでしょ。これで社長がくるくる回すと、回すと今入ってきてるはず。はず、うん、目に見えないから分からず。硬くないですか。ちょっと硬いけど。え、大丈夫ですかこれ。はい、一目盛り入りました、はい、
で、アクセルなんか踏むって感じで、うん、アクセルちょっと踏む。何回転で踏めばいいんですか。まあ、2000とかそんなもん。どのぐらい踏んでればいいですか。 OK。 本当ですか。完了です。入ったんですか、これ。入った感じがしない。見えんからね。え、入ったんすね、これ。入った入った。さっきとまだ変わってないですね。ああ、でももう。え、マジっすか。10、10度。さっきが10度。さっきが 10.8 だったかな。今一緒ぐらいか。今一緒ですね。ちょっと時間置いておきましょう。おぉ、おぉ、どうってんの社長。あれ8で、ね、戻ったけど、これ温度計狂ってます。いや、狂ってないですね。 6.5 やばあれ。すごいな。え、でもこの 8.2 と 6.5 のこの何ですか、この変わりは、ね、本当だね。でも手で触ってる感じ、体感は冷たいよね。なんなんですかね。でも現時点で8度台キープしてるから、さっきよりは下がったね。さっき何度でしたっけ。あれ 10. 点何度って。さっき10.8 10.8 ですね、さっき。だ今 2.6 下がったっ、ね、でもさっきより確実に冷えてるよね。さっきよりはそうですね。ということで、はい、今回の結果は、はい、受講前が 10.8 から、うん、8.4、はい、おお、いいっすね。すごいね。いいっすね。すごいね。でも温度で見るとそんなにないんですけど、体感は結構冷えて感じます。確かに、はい、しっかり効果ありましたと、まあ、そうですね。やらないよりやっぱやった方がいいのかなと。そうですね。冷えるだけじゃなくて、はい、故障の予防にも使えるんで。そうですね。そうですね。特に新しい車の方、はい、あれ今ガスむちゃんこ高いんで。あ、そうなんですか。むちゃくちゃ高いんですよ。あ、そうなんですね。びっくりするぐらい、ってなるぐらい。じゃあそうなの、予防でやってもらって、はい、でも僕もう 3年4年ぐらい高齢でやるじゃないですか、うん、でもやっぱり元に戻ってるんですよね。そうだよね、今見るとそうだよね。そうなんですよ。毎回十何度で入れて一桁になる。で、多分夏場から抜けて冬場にかけて効果が落ちてるのかなっていう。かもしれないね、はい。まあ、毎年入れた方が間違いないのかなって感じかな。いいのかもしれない。ということで、毎年皆さんどしどし入れましょう。はい、お願いします。そうだ、キャンペーン社長やりません？毎年恒例の。毎年恒例のキャンペーン。まだちょっとこの動画出す日にちが明確じゃないので、はい、じゃ僕がここに下にテロップで入れとくんで、はい、で本来だったら定価が4500円。4500円、税別4500円です、はい、で、キャンペーンいくらでしょうか。てかこれ前回のやつより高いやつなんで、根本的な値段はこっちの方が高いですよね。そう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 、はい、それとあと、はい、入れる手間も前よりかかってしまうので、はいはい、それも含めてちょっと高くなってるんですけど、本来だったら4500円のプラス消費税で4980円。ドカンと引いとこうかな。おっとおっと、社長のドカンドカンと、まあ、いつまでちょっとある分だけ、ある分だけで、ある分だけ、ある今ある分だけで、はいはい、税別3500円。え、マジっすか。さっき社長4000じゃないですか。もうなんかあんまり安く感じないいや、ほんとさっき社長税別4000だったのに、そう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 、なんか打ち合わせしてたのに安さを感じないな、お得感がないなと思って。3500円の税別ですか。3500円の税別、税込み3850円。アルミしかないですよ皆さん。ちなみに今そんなにないですよ。瓶何本ありました。 あと20台分ぐらい20台分ぐらい20台終わったら打ち切ります。まだ一応またちょっと社長と相談して概要欄に書いておくので、はい、僕もその時はツイッターにあげます、はいはい、夏になる前にやっておきましょう。はい、ということで、はい、皆さんさようなら。エアコン試してね。お願いします。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.